マニュアルワードで得たものとかを話したんですけど、この7月、8月、9月、11月ぐらいで、僕の半年間のエディティの一人っていうものを皆さんにお伝えする中で、何か感じていただいたりしたら嬉しいなと思ってお話しします。まず、僕がこのマニュアルワードに参加した動機っていうのはまさにこれでした。世界を知りたくて、このマニュアルワードっていうのを聞けば、何か変わるかもしれないと思って、ウエスさんの取り組みをした。まず、今日はさっき話したように、これなんていうのマニュアルワードを知る経緯と、行ってどうだと思いまして、行って何を得て、これからどうしたいんだということをお話ししていきたいと思います。まずはじめに、僕は中学校時代は、陸上競技部に熱中していて、あとは制服がやってました。いわゆる普通の、ごく普通の中学生でした。ただ、その全ての国際交流とか、そういうふうに目を向けるきっかけになったのが、中学校時代の話でした。そのところから、ちょっと話していきたいと思います。まずはじめに、今回のマニュアルワードに参加できたのは、本当に皆さんのご支援があってからこそ、参加することができました。本当にこの場をお借りして、改めて、感謝のことをお伝えしてください。ありがとうございました。これが福島の宿泊皆さんの写真で、次は東京の写真で、本当にいろんな方々に伝えられて、この場所に来れたっていうのは、大会期間中の人間も、自分のすごいモチベーションになったし、頑張ろうと思って、本当にありがとうございました。それで、なぜ、ワイヤングワードっていうのを知って、ここに参加しようと思ったのかっていうことなんですけど、すべての始まりは、中学校1年生の時に、自分の中学校の生徒会に立候補したのが、多分すべての原点だったんです。その当時の担任の先生に言われた言葉が、この言葉でした。何かしら自分の世界の中で、ちょっとトップに立ってみる。そうすると、それまで見えていない世界と全く違う世界が見えてくるかもしれないよ。そういうふうに当時の担任の先生に言われて、じゃあ僕も何か一歩踏み出してみたら変われるかもしれない。そう思って、生徒会活動に、生徒会役員に奉公して、そして時が流れて、気がついたら生徒会長になっていました。で、さっきは2人も話してくれたんですけど、ジャック氏にはいわゆる生徒会長サミットというのがあって、その議長の方を務めさせていただいて、中学3年生の1年間というのは、すごい濃密な時間を過ごしたわけです。何が濃密だったかというと、活動の一環として、震災で支援をしてくれた、ちょうどタイ、開催地のタイだったんですけど、そこにこう、恩返しをしたい。そういう思いから、IFA っていう研究機関と協力して、実際に学校を建てるプロジェクトを市内の中学生全員で協力してやりました。実際にも学校建設に成功して、タイの、その参加国際のタイコンというのは、学校に通うことができています。で、このプロジェクトから、本当にその学校に行けない子供がいて、教育、学校に通うのに何時間もかかるし、勉強だってまともにできない。そういう子供がいるっていうことは、勉強したこととか、本とか、ニュースとか、知ってはいたつもりでいたんですけど、いざそのプロジェクトに挑戦して、自分でその現状を打破しようと思ったときに、その壁と直面すると、本当にそれが現実で起こっている、そのことをまさに実感して、それからだんだん次第に自分の興味というか、それが国際、まあ、いわゆる世界とか、あるいは教育とか、そういうふうに行くようになっていったのが、すべての僕のきっかけでした。それからこう、自分の第一志望の高校に入学して、まあ、順風満帆なというか、部活とか、勉強とか、いろいろ楽しく生活していたんですけど、ただ、その中で、どうしてもこう、希望の勉強とか、そういうものばっかり言われて、逆になんか、目標を見失いかけた。中学生の時には、タイのプロジェクトを通して、いずれ僕は例えば、国連で働いたりとか、国際機関に勤めて、学校を建てようとか、世界の教育を変えようとか、学校に行ける子供を増やそうとか、そういう思いを持つ夢を持った。だけど、そんなことをしなくても、別に今、ニュースで言っている大統領とか、そういう人たちが世界を変えてくるんだから、別に僕はそんなにすごい人間でもないと思うし、そんなことをやらなくても、変わりはいい。逆に、というか実際に
通にこう学校を卒業していっていわゆるいい会社に就職して順調な道を歩んでいけばそれで人生は成功だとかそういう考え方を見て卓上の勉強、卓上の非常の分そういうふうにそういう考え方をこう見て学ぶうちに本当にこう自分のしたいことは何なのか目標とかだんだんこうなんか自分の見ている世界がこうモノクロになっていくというかいわゆるなんか生きている実感が持てないというかそういう時期を送ってたのがギャップに悩んでそれが高校生の時期でした。そんな中いつのメールがこう一本 iPhone に届いてそれが何だったかっていうと市川先輩のことを教えた先生で先生と会社の担当を出した先生からのメールでした。内容がワンヤングワードっていう国際フォーラムがあってそれに派遣する高校生を今探していると市川先輩が。だからもし興味があったら参加してみないかっていうそういうメールでした。早速気になったんで YouTube でワンヤングワードと検索してこうクリックしたら素敵なこういう画面でこの画面をパッと見た時に僕が感じたことがこういうことでなんかこう中学生時代に一度こう持っている夢とこの舞台がすごく自分の中でマッチしてなんかこう秘めていた思いがまたこう普通に湧き上がっていく。この場所に行けばもう一回あの頃のなんか新鮮な思いとかを取り戻せるかもしれないとかこれでまた自分が変わるきっかけになるかもしれないっていうそういうふうに思ってこのワインワールに挑戦しました。で実際にこうさっきも喫茶店でも何人時間も多分一番長くて 4,5 時間話すと思うんですけどそれからビデオを撮りに映ったりとかそういう選考を経て選んでいただいてそれからは4人に協力をしてここにいる今日皆さんが支援していただいたおかげで無事にタイミングを取りました。このクラウドファンディングの画面これ今でも覚えてるんですけどさっき映したように10時3分その最後の150万人に到達する最後の支援者の方が支援をしてた時の通知の面その感動っていうのはすごいなにも鮮明に思います。本当にありがとうございます。でこうして無事にこうワイナングワードに参加することができたんですけどこの4日間で本当にこういろいろありすぎて自分の中で処理しきれない刺激というか見るもの全てが新鮮というかその場所に行くこと自体も出会う人も何もかもこう自分の中に全てが初めてのことですごい充実した時間だったんですけど特に絞ってお伝えしたいと思います。まずさっき言ったように世界の教育っていうものにすごい興味があったのでまず一番興味が向いたセッションがエデュケーションというセッションでした。このエデュケーションのセッションでは特に女性が教育を受けられない人に対するもっと女性が教育を受けるべきとか教育こそが男女関係とかそういうものを埋めることができるそういうふうな活動をしておられる方が実際に前に出て議長しているセッションでした。僕が思っているその世界の教育問題っていうのは学校に行けないこととか貧困が原因で行けないこととか行けないこととかそれが多分今の世界の教育問題なんだって思っていたんですけどそうじゃなくてそれもそうなんですけどこういうふうにいろんな角度視点から教育っていう一つの問題に対して自分なりの活動をしている人がいるっていうことをしていてすごい刺激的なセッションでした。実際の会場を見ます。このセッションの間に実際に市街地を見て回る時間があるんですけどそこでまず学んだのがこの町会先輩がマンゴーを買ってる人なんですただこのマンゴー、この時間が夜の10時この売っている人っていうのはずっと夜遅くまで売ってるんです。実際にタイの風景っていうのはすごいなんか先進国東京みたいな感じだけど本当にストリートを歩いていたら全然そんなのと違ってその日暮らしが精一杯の人がいっぱい外国人の観光客がバンバン高いものを買ってるデパートのすぐ隣でその日のために物を売って買ってくれませんかって言っている子供がいっぱいいる学校に通うとか多分学校にも通ってないと思うんですけどいやそういう実際に街を歩く中でも例えばその協
教育に関してだったら、そういう国まだまだこういう格差もあるっていうのを、実際に今度は自分がそのタイに行って、さっきのプロジェクトとは別に実際に行ってみて感じたのが、すごい大きな収穫だと思います。それから、そういうセッションもたくさん楽しかったんですけど、一番はやっぱり人とも出会いだったと思います。1300人以上の人が来て、日本からもいっぱい来て、こういろんな人と話しているうちに、なんか絶対にこういう時間ってないんです。多分これがやっていくうちで、全国から参加して、それで会話ができるそういう空間っていうのは多分本当にマリンワールドだけだと思っていて、こういう場所に来られて参加できるとかすごく話をして過ごす時間っていうのは1分1秒がとても必要でした。その中で一番印象に残っているエピソードが、タイの実際に学校の先生をしておられる高校の先生の方で、その人はタイの問題はやっぱりまだ教育格差がすごい都市部と山間部でいっぱいあって、その差が埋まっていないんだと。だけど実際に学校の先生もワイヤングワードっていう国際フォーラムに参加をしている。日本の学校の先生って絶対そんなことないと思うんですが、ただ教えることだと。だけどタイの先生とかってそういうふうに国際にも目を向けている。だから教育とは一つに言っても、そういうふうに実際にこうタイの人と話をしてみたりとかして、その一つの物事に対してさまざまな面から、だからそういうふうに全ての仕事とかが国際交流とか世界を良くするようになっているっていうのもバスの辺りの会話だったんですけど、すごい実感するのがいい人でした。で、これらの日々を通して僕が多分一番感じて皆さんに伝えたいことはどんなことかっていうと、それはちょっと置いて、その前にクロージングセレモニーで一番多分これまで見た中ですごいなと思った景色がこの瞬間で、何をやってるかというと、一人一人がこう2本自分のメッセージを書いてるんです。このワイヤングワードのテーマに What to be doing っていう、あなたは何をしますか、ここの場所に来ていろいろ学んでインプットして、だけどそれだけで終わっても何の意味もない、だからこれから君は何をしますかっていう、そういう問いかけがあって、参加者はそれに自分も含めて4日間向き合って、で実際に出す自分なりの答えっていうものをクロージングセレモニーの最中に実際に一人一人に一人が書いて、それを前に向けて全員一つのロープにして、僕たちはこれからこういうことをして世界を良くしていくよっていう、そういう決意表明をされました。これが一番印象に残った場面でした。で実際にこのリボンに書いたことはどんなことかっていうと、これが僕の夢でもあり目標でもあるんですけど、まずは大学院ではフィンランドに行きたい。一番最初の画面で日本とフィンランドに出ているのがこれです。フィンランドってすごい社会福祉とか教育とか進んでいると思うんですけど、実際にさっきのタイの学校の先生と話したように、タイとかでは学校に行ける行けないが問題である。日本ではセンター試験をやめるとか大学入試がどうとか、そういう教育のあり方が問題である。質が問題とかあり方が問題とか、アメリカだったら人々の個性が大事だとか、そういうふうに国とか地域によって全く教育の重要性とか視点って違うと思うんです。そういうものを例えば教育が進んでいるって言われているフィンランドに行って実際に現地で学んで、それを日本に持ち帰っていずれ手軽をしたい。そして誰もが学校に通える世界を作りたいという夢があります。これはさっきの中学3年生の時よりもずっと決意とか思いが増して、このマイナーワークに参加してからは堂々と人前で自分の思いを述べることができるようになりました。それが一つ近い目標では、僕高校でも生徒会長をやってるんですけど、なので来年文化祭があるので、その文化祭のメインイベントとしてマイナーワークの舞台を再現して、実際に来てくれたお客さんとか高校生に自分が出てくる世界を少しでも伝えて、このマイナーワークを知ってもらったり、あるいは何かこう自分の中で変わるきっかけになってもらったり、そういうふうなものをぜひ実現したいなと思って今頑張っています。でさっき話したそのメッセージ、今ま
みで海面が上昇して何を生命の危機だとか、そういうふうにどっか世界のあれどっか場所のその状況を良くしていくことが世界を良くしていくことにつながっている、そういうことを思った、そういう思いを持っていました。だけど世界を変えるっていうのは確かにそれもあるんだけど、そうじゃなくて、例えばマイアミワールドに参加した人っていうのは一人一人自分の世界があって、世界と向き合ってそれに対しても何かを良くしようという努力をしている。だからそういう人たちがそういうアクションを通して世界を良くしていた結果として世界が変わっている。だから何も世界を変えるっていうのは、例えば大統領になるとか国連に入るとか、そういう大きなことでももちろんそうだけど、そういう枠にとらわれていた自分がいて、だけどそうじゃなくて何かこう自分の得意な分野とか、やりたいこととか、そういうものをどこでもそこにこう集中して何か自分なりのベストを尽くしていく、その結果として世界が良くなっていくっていう、そういう思いを感じることができたし、これこういうことを学べてからこそ、これから僕は一切自分の軸をぶれないで、これからはイベントとかに向かって頑張っていくと思ってます。これが僕がマニアに終わってきた思いですか。本当にこのマイナーカードに私のために支援をしてくださってありがとうございました。これからも